皆さんこんにちは。今回はですね、この兄弟走行ですね、オプティマ画面向かって右側のね、白黄色青黒みたいなねボディの車がオプティマ、そして画面向かって左のねこれミントグリーンみたいなね色のパイプフレームのマシンがジャベットとなっております。車種はね、全く一緒なんですがね、向かって左側のジャベリンが35年ぐらい前の車をリビルドして、走るようにしましたというですね。そして向かって右側のオプティマが再販品のね、数年前に発売再発売されたやつですね。ちょっとね仕様が変わっておりますけどもね、ダンパーステージでね、あのバネがついてるところもね、あのボディ側、タイヤ側じゃなくてボディ側の上の方がね板が厚みが違ったりとかいろいろ違いがあるんですけどね、まあそこそこ部分も、ね、一緒でね共有できますのでね、再販品の部分使って左側の車はリベットしました。そして右側の方ねダンパーバネスという色になってるんですけど、これオプションのねゴールドダンパーというのについてます。そして左側のね、赤いダンパーがノーマルダンパーね、もともと再販品のノーマルダンパーだったんですけどね、再販品のダンパーの方が若干いいような気がしましたので、このジャベリンの方に移植して使っております。まずはね、画面向かって右側のオプティマの走行から見ていただいて、そして、後半は左側のね、ミントグリーンのパイプフレームのマシンジャベリンの走行を見ていただきたいと思います。では早速走ってまいりましょう。ちょっとずつね、バッテリーがちょっとね一本しか今日なかったんでね、ちょっとずつしかやったと思うんですけど、こんな感じでね、ダンパーやはりね、旧車で寝てますんでね、今のね、オフロードカーでダンパー立ってるやつが多いんでね、ちょっと待ってみましょうか。こんな感じで寝ておりますので、もうちょっとこう立つとね、すごくいい感じで
ランパー製のね、ちょっとシルバーアクス製のね、おいおい考えていこうかなと思っておりますので、ね、はい、なのでリクルリのね、チャベリー僕も本当は大好きすぎてね、走るのちょっと躊躇しちゃうんでね、はい、ジャベリンが一番走りやすいですね。かなりねいいんですよ。やはりね、あのハンドリングマシンって言われる一つの原因がそのダンパー寝てるんで横の反応早いんですよね。その代わりこうなんていうんですかね、ラジコン慣れてない方が走るとね、クッて曲がるとこうクッてちょっとするだけでね、反応してしまうんで、すごく走りにくいっていう方もね中にはおられます。なのでね、ダンパー立った状態、そしてねリアダンパーもね、ちょっと角度というかね、サスアームのに対しての入力角度はちょっとね、おかしいというかダメですね。あ、これね、真上から撮ってこうなってるのね、ダンパーが上がこうなってるんですね。こうなった方がいいんでね、こう なるようにするのと、まあちょっとね外側に出してリアもダンパー立てた方がね良くなると思いますよね。あ、腰砕けする原因がね、寝すぎてるっていうのが原因の一つになりますので、ね、ダンパー寝すぎてるとね、最初のこう、ね、初期、中期、後期ってあるんで、その大きな変えるまでダンパーの角度を変えるんですよね。まあ、ちょっと今風ではないのかもしれないですね。あ、昔はこれで設計多分良かったと思うんですけどね、パワーが全然違ってきてますので、今の車はね、ハイパワーになっておりますので、まあ、そこら辺も含めてね、はい、開発できたらなぁと思っております。好きな車の一つですよね。はい、なので、シルバーアクセスとしては、まあまあもちろんポピュラーなマシンもね、やっていきますけどもね、自分の好きなマシンを、よりよく楽しく走れるようにね、コンセプト、ツイッターね、ツイッターアカウントね、作りましたね。そちらの方に載ってるかな。ちょっと、ね、管理をね、他の人にやってもらってるんですけど、私も一応中は見れるんですけどね、コンセプトはどんな感じなんですかって聞かれてね、もっと楽しくずっと刺激的にっていうのがシルバーアクスのモットーですのでね、そういう感じの部品作れればなっていう感じですね。シルバーアクスバージョンのね、4輪独立コンバージョンコンセプトグラソッパー2などを持たれてる方はね多分わかると思うんですよね。笑いが出てきます、走ってるとね、最初に走るとね本当に第一声は多分笑い声です。うちのお客さんもシルバーアクスコンバージョンを買われてる方、何名かいますけどもね、第一声はハハハハすげーですね、皆さんね。なのでね、持たれてる方はね多分わかると思うんですけど、そういう感じのねテンション上がる、もっと楽しくなれる、それがずっと続く、刺激的なのがずっと続くっていう、まあ、使い方をねこれからしていこうと思っておりますのでね、応援していただければありがたいですよ。そしてね、ブランド名ですよね、うちのお店で扱うブランド名ですよね、メーカーはねまた別でやっておりますけど、そちらの方はね本当にガチガチの全日本を目指す人用に車作ってあったりとか、オプションパーツ開発、そして、マテリアルとかね、その化学薬品とかね、そういうのをねやっております。ダンパーオイルももちろんその一環でやっておりますのでね、ガチガチにレースされたい方とは別の楽しくするための、楽しく操縦するためのね、シルバーアクセスですのでね、はい、そこら辺もね応援していただければと思います。はい、ではまあこのままエンドいこうかな。それではこの動画が面白いと思いましたら、グッドチャンネル登録、ツイッターの方をよろしければね、サブチャンネルもやっておりますので、そちらの登録と、シルバーアクスの正式、ツイッターアカウントできましたので、ね、ホームページ整備が終わるまでね、そちらの方で、受け付けになっておりますのでね、そちらの方のフォローもよろしくお願いします。ただね、
商業アカウントになっておりますのでね、あのフォロー返しはできませんので、すいません、そこら辺の方はご了承願えればという感じです。はい、それではさよなら。